おはようございます、カイチです。今回もゼルダの伝説ブレスオブザワイルドやっていきます。これまでこちらのシリーズご視聴いただいている皆さん、お帰りなさい。とりあえずあの迷路行きますか。いた、おっす、無理。あのハンターキラー見れんかった。いやレセーブしといてよかったわ。まあ、とりあえず強引に行ってみよう。3体おるじゃん。これ空におるうちに4代目撃ち落とされるんじゃない。リンク思いっきり無防備な状態なんだけど、まあいいや、行ってみよう。ビームなんてね、避けりゃいいしね。はい、現地到着。すげえ、何こんなパターン初めてじゃん。そうか、謎解きじゃなくてあの祝福バージョンの祠だな、あれ。さあ、ちょっと待った、地面にもいるじゃないか。これ何、これ特に何なしか。いや、これさ、みんながリンクを撃ち落としたくてしょうがない島じゃないか、ここ。いや、並走してるけど気づかないの。さすが忍びの服。いや、通るよ。ちょっとさ、ほんと迷路じゃん。よいしょ。わかんない、緊張するな。あれ、さっき来たよね、ここ。あかん、もう完全に迷った。どこにいるかわかんないな。まあいいや。っていうか、おお、もうさすがだね。さすがいいもん持ってるね。もうあと1個で、次のやつなんか強化できるね。ビタロックを多分強化できるわ。あ、やばい、どこに行ったか忘れちゃった。ん？ダメっぽいな。ここは？これ。あー、無理。上まで行くスタミナは多分、あ、行ってみようか。あ、上に行ったらハンターキラーがおるよね。やっぱり。ね、打ち込んでくるんでしょ、どうせ。あ、よかった。貯蓄使用中。まあ、こういう時のためにあると言っても過言ではない。さあ、来ちゃったよ。もう打ち落とされちゃう。まあ、行こう、ね、ジャンプが成功するかどうかっていうところもあるんだよね。あ、そう、やっぱり宝箱だよね、これ。あ、違うわ。え、何これ、かっこよく並んでるけど。騎士の剣とかちらっと出んかった。あー、ちょっとね、ここはもうちょっと取ったことないやつがよかったな。この音楽いいな。あの穴めっちゃ気になる。4つもあるし、なんかありそう。ちょっとね、安全に行こう、安全に。待った、閉まってない。閉まってますわ。やっぱズルはいかんね、ズルは。何をしたら開くんだろう。まさかさ、このあのハンターキラーを撃ち落としたら開くとか。とりあえずこの気になるやつ行こう。何これ、うわ、雨降ってるから登れんのじゃない。え、何これ、袋のネズミ状態。あかん、雨降ってると。あ、
なんか発見。はい。あかん。あかん。やばい、大幅にスタミナ使ったな。あ、いけたいけたいけた。あ、上昇気流発見。やばい。やっば。めっちゃ近い。資金、し、あかん、やばいやばいやばい。これマジでやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。なんで縦のボタンを押したらしゃがむわけ。脱出だ。脱出作戦に切り替えよう。あ、そうか、もう普通にワープしちゃいいんじゃん。ワープした方が早い。揃っちゃったんですよ。物体の時間を止めるは一緒だね。説明欄はあんま変わんないな。あ、強化されて邪悪なものの時も止めることができるようになった。なんだろう、ガーディアンとか敵とか止めれるみたいな。それも激アツだね。めちゃくちゃ試したい。めちゃくちゃ試したいぞ。敵いたっけ。よいしょ。本当だ、敵止めれるじゃん。めっちゃ面白い。ちょっと最初の一匹をこれでびっくりさせる。あ、やっぱ短いな。敵は短い感じか。物はこの長さなんだよね。敵は短いな。一瞬止めて逃げるように使う感じかな。しかも結構遠くでも当たるな。ちょっと敵に使うのはあんまり使えないね。よし、じゃあ今回の動画配信はここまでにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。